はい、今日はすき焼きでございます。ドーン、すごいでしょこれ。霜降りの和牛、白老牛だっけな。うんね、なんと半額で買ったやつを冷凍して取っておいたよ。うん、だから全部で8000円の肉ですね。定価8000円が半額なんで4000円です。この霜降りのすき焼き用の肉が4000円。お外で食べたら2万円は取られるというお肉でございますけども、4000円で食べられちゃう。頑張った。うん、ね、定価8000円でございます。はい。そしてお野菜、豆腐、お卵でございますよね。はい、皆さんね、今日はね、なんと超豪華おすき焼きでございますね。下準備はできた、あとは食べるだけだ。さあ、では皆さんで早速食べてまいりましょう。おはよう。旧大蔵官僚とそして政治家の両方を経験した。食べる？大平正義元総理に言われて大事にしてきた言葉を発しまして、結局集中の同心円だと社会は悪くなる。複数の核を持つ楕円形であることが社会を良くするとおっしゃっていました。まあ、そう言われてみますと、今起きている政治家とやる人の関係っていうのは、権力の一極集中が引き起こした結果だというような。どうやうわー、すごいすごい正月か。どうやって、どうやっていくのこれ。中国語でですね、しかもですね、中国語で6位行きたい。6位行きたいの。味濃い方、一番絞り、一番絞り。一番絞り。
法務大臣の命令によって執行を停止する。今松本死刑囚は今の精神状態にあるのか。先月東京の越谷駅よいしょ、もうこんなに大きくなったんだもんね。アージャリー、アージャリー思い出して匂いなんですよ。ね。松本死刑囚の娘たちも2004年に初めて面会するまで作業だと思っていたという。いただきます。いて、パッチンし、いただきます、パッチン。反応できるだろう。うん、お父さんはよく、ね、いいでしょう。なんか反応してくれるかなって、すごいまだ、ほっとしてるんです。ね、私は勉強嫌いで、父に勉強しろってよく怒られてたので、嫌いな勉強もして今大学に通ってるんだよとかっていう話をしたんですけど、何の反応もなくて、すごいね、信じたくなくて、
病気じゃない父はすごいから、サビ棒がこんなにうまくなってるんだって思って、その時はまだサビ棒だというふうに私自身が信じていたので、この父からなんかこっそり合図があるんじゃないかと思って、一生懸命ずっと父の姿見てたんですけど、目が見えなくて頭が回ってない。そういう時もありますわな。いただきます。手のひらで股をさすり出し、ドキッとする。どうしよう、すぐ終わってほしい。何個も入れんの？今日はよく笑っていた。どうした？こちらからできるだけ話しかけた。はい、途中、泣いてしまった。どうした？君においで。自由なのかね、ヒゲを伸ばしたり髪を伸ばすのか。いや、剃られんじゃない？うん、なぜか前頭部は丸くはげていたという。あら、左目の眼球がなくて、右目ももうなんか灰色の濁った感じで。昔もその眼球はこれは何なんだ？もう歯も結構いっぱい抜けてて、この当時父はまだ50そこそこで若かったんですけど、溢れるよ、溢れない、うん、面影はなかったです。魂の抜け殻みたいな感じで、ちょっと人間にひどい、人形のように可愛くこっち向いてしといて鼻ほじして、ちょっと普通の人が作れるような表情と違いますし、中に異変が起きたことも。ほら、こっから映すと被っちゃうな。反応とかよくあるんだけど、これをもうずーっと。こっちから撮るか。はい、で。何やってんの？じゃあ何回もぶつかんね。ぶつかっちゃうね。不自然なほど左右に引っ張られる。この養生になるときは必ず受け取りました。もう食べれるよ。ここに痛いよ。一瞬の死刑判決も弁護側が依頼した後にの精神科医は松本死刑囚について、後期の反応で意思疎通を図れず訴訟能力がないとの意見書を出した。よさとかな。しかし、肉はね、肉はいける。精神科医会は訴訟能力を認定。気持ち悪い。肉に卵いる。東京高裁は2006年、控訴を棄却。どれ？二審の審理に入る前に死刑が確定する理由の結末と。待って。松本死刑囚は車椅子に座って足を組んでいる。ちょっと赤が残る。機嫌がよろしいようですね。何か嬉しいことでもありましたか？卵を強者に入れる。もう一個卵入れる。2個も入れるの？腕が赤いのですが、2個入れるの？本当に強者に行く。まだよいしょ。卵美味しい。意思表示ができるだけで
あ、肉いけるよ、もう。おいしいやって。うん、はい。俺はちょっと赤いところが残ってるぐらいがいい。熱っ。うん、熱いよ。気をつけて。いただきます。ちっちゃくするか。お、これクニの好きなチュルチュルだよ、白滝チュルチュル。下手くそ。自分で言ったの、下手くそ。うん、美味しい。うん。うまっ、うん、やばい、うん、やっぱり高いだけある、うん、これ食べに行ったら大変、すげー辛いんだ、取られる、取られる、うるさい、うるさいの、高い、うるさい、なんてこと言うんだ、あ、うまっ、くーちゃんどう？おいしい、おいしい、くにの分も取ったから来週に食べよう、まだまだあるぜ、なにこれ、噛んで大丈夫だね、くには、一緒ね、これぜ、ナイス、うん、やばくない、おいしい、ね、チキンみたいなのおいしい、チキンのおいしいみたい、え、証拠で争っても仕方がない、もう私が助かる方法は一つしかありません、取り調べ権利は上司に、松本死刑囚は今後の裁判で死刑を免れるためにのふりをすると、お茶に取り分けようとしてるの、病気のふりを続けるのは取り調べの時の発言から分かっていた、病気のふりなの、受刑能力を否定するのが長く仕事にできるか、目の目は見えないんでしょ、でも多少臭い、見えないのに見えるって、まあ少し神秘じゃない、うん、でも実際盲学校みたいなのって言ってなかったっけ、あどうなんだろうな、根っからのあれだからどうしたくに、何年前だったの、まあおよそ23年ぐらい前かな、ねえ、そっか、大丈夫だって、そんな気がしないこともない、明日、明日今食べない、だわ、しかしビデオってハンディでも重いね、人そっぽうだね。
印象っぽい。なんでツイッターをやろうと思ったの？この人方なんで食べてみたいかって言ってるの？ツイッターの一番なんだろう、このやり取りができることかなと思って、ツイッターだとリアクションが来るから、違う、これの機関車に卵嫌になったんでしょ。卵美味しいんだよね。美味しいでしょ。卵で私たちが父に対する憎しみを叫ばなければ人間としては認めてもらえないんだろうなっていうふうに思ってたことがあります。何か言って、私自身が先に飲んだこと、あるいは何かをしてしまったのであれば、もちろんそのことについて謝罪をしたいと思うんですけれど、子供として生まれたということを理由に謝罪をしろというふうに言われたとしても、その謝罪をなぜしなければならないのかっていうふうにやっぱり思ってしまうところが私としてはあるんですね。私たちの精神を失って、妹だった弟の子、学校の入学拒否とかそういうふうな差別の目の当たりにして、子供たちにサリーを飲ませろとか、ウジ虫とか死ねとか、そういうふうなことをずっと言われてやってきて、でその上で謝罪を要求される、それがなぜなのかがわからないっていうふうに、ずっと思ってしまっていました。みんなで使ったからね。チュンチュン食べて、お肉まで。死刑について定めた刑事訴訟法の本だ。市内は今、裁判資料を読み、元信者らから事件当時の話を聞く日々を過ごしているという。父を治療し、真実を証明させるべきだと主張する。その真意を聞いた。死刑をなんとか回避したいという気持ちってあるんですか？いや、まあ家族ですから生きていてほしいと当然思いますけども、事件にもし関与してるんだったらそれは覆らないと思いますし、そういう死刑を回避したいという思いで治療を求めているというよりも、この真相、これはうまいわ。うまいね。すごい美味しいわ。やばい。何なのこのお肉は。何ですか。何のハマってるの。何食ってないよ。売れ残ったから。いろんな見方があるんですか。だとしたらやっぱりその絶対的な権力者とされた。うまい肉使うとそこから出た出汁がまたうまくなるもんな。そもそもなんでお虫肉を作ったのか。何をしてたのか。わぁ、見て、ブクブクしてるね。ブクブクしてる。ちょっと暑いからね。見てよ。僕のそばにネギを入れたらダメなんだけど。何でもいいの。もうこの後はもう何でもいい。最初だよ。あ、くんくん出てくる。見て、お肉食べよう。卵まだある？ある。で、卵足りないでしょ？クリントン政権時代の海軍長官や、オバマ大統領の宗教アドバイザーを務めた人物だ。なんかブクブクしてた。どうしてんの？調査を続けてきた。目的は、化学兵器テロの未然防止。安全保障上の観点から、ふにおいで、きのこさんを食べよう。一番役に立ったのは、教団の医師だった中川死刑囚。ふに彼はこの問題をとても深くて、もうちょっとゆっくり入れて。あ、春菊。春菊食べたい。なんかさ、ネギいいですもん。ネギいいので、春菊入れて。おいで、くに。生物化学兵器の製造で重要な役割を果たした人物だ。くによ。彼はとても知り深く、几帳面な人
飲んだ。飲んだ。飲んだ。飲んだの。あなたが来てくれてとても楽しかった。でも自分の英語力には愕然としました。うん、挨拶すらまともにできませんでした。一緒では英語で会話する機会がないものですから。美味しい。ご了承ください。食べたよ。自分で食べないよしたら。甘えんぼ甘えんぼじゃない甘えんぼじゃニューヨー甘えんぼ食べさナナの甘えんぼでなかったらバレンボじゃなかったらカイチマンなの、池田大作も狙ってたの？宗教戦争だな。あんまり大作先生も狙ってたの？まだ入ってる。ね、半分。どっち勝つべな。池田大作か。大作いつ前にやられる。あ、くにくん？くにくんが負けるの？そうだね。くにくんが勝つの？くにくん負けると思うな。え、くにくん勝つよ。信濃町は日本屈指の要害だからな。傘が少なくなったからな。執行前に彼が自分の行為を説明できる状況を作るのが。これネギもう一回やる。ネギパラダイス。調査チームには CIA のおいで食べよう。いや。いや。うん。ここに置いといたら自分で食べてくれる？なんで？食べてよ自分で。まだいっぱいある。エクスペリアの香水は画面が濡れていても
スムーズに操作できてありがたいです。だから私はエクスペリア AU エクスペリア XM1 IT!うまっ。ちょっと未来を先取りした確かな車を選びませんが、人に食べな、自分で食べてください。うん、現代人の忙しいやつこそ豆乳です。健やかな毎日に豆乳です。もうございる。いる。もういる。あー、うまい。好きだな。されたことない。されたことない。あるよ。オウム神道というのは世界で初めて化学兵器テロを実行したテロ組織ですが、今でもですね、世界中のテロ対策担当者というのはその情報をテロ防止に使いたいというふうに考えているわけですね。で、その中にはですね、死刑執行が行われる前に、まあ、捜査で明らかにならなかった知識、情報を死刑囚に全部吐き出す。そうすることによって社会の方が捨てるいいことではない。みんなより先に死刑になるってことはないよね。そしてその謎の解明に向けた努力が行われたかというと、ごめんね、うん、警察庁長官狙撃事件の関与、あとロシアとか北朝鮮とかつけるとか村井幹部視察事件の背景とかですね、明らかになっている闇の部分というのは数多いわけですね。日本の当局というのは死刑判決で持ってもうオウムは終わった話だと言ってしまっているわけなんですけれども、まあ、VTR でご覧いただいた通りですね、まあ、アメリカの政府関係者は今でも死刑者の協力を得ているいつもあるのこれすごい安いな。その観点から見るとですね、まあ、もっと地方死刑者の治療するのに、まあ、出会った時に勝ってるやつをする日本代表を覚えているのは大きいのかもしれない。頭に血出てるんですよね。昨日ね、こっちに越したんだもんね。痛かったよ。見といて。母さん痛い。あと。血出てないから大丈夫だよ。触ってごらん。アメリカではですね、死刑囚が死刑執行の前日に報道機関に伝えたとか、トイレ？で、ああ、ちょっと立ち会うのが難しくて。アメリカではこうした情報公開によって国民が死刑制度について知識や議論を深めていって制度を維持している国があると思うんですよね。ところが日本では松本姉妹が話しているように、まあ、死刑者の家族に秘密がつらくて、まあ、果たしてこれで良いのかというのはこの問題をきっかけに考えた方がいいと思います。まだ特集でした。その後は日比さんのスポーツです。はい、選抜高校野球は負けたもね。甲子園常連校の日大三高は21世紀大学で初出場の天皇陵と対戦しました。2年連続20回目の出場となった東京の日大三高は4回、キャプテンの日置今大会第1号となるソロホームランを放ち、瑠璃工業のエース佐藤アレンから小刻みに追加点を奪い5対0の快勝。春夏通算で節目の50勝目を挙げました。北海道大会では4試合全てで2桁安打と打線が自慢の熊谷苫小牧ですが、静岡の先発春のコースをついた巧みなピッチングにランナーを出しながらあと1本が出ません。三振はゼロながらおばあちゃんにくれる？あら、ありがとう。おばあちゃんにくれる。これね、おばあちゃんの切ってる。あ、
こればあちゃんにあげるのでしたね。うん、ありがとう。ばあちゃんこれ、ばあちゃんにあげる。うん、もう一回。しかし、ちゃん、こればあちゃんにあげる。うん、なるほど。いいね。何が危ないの？それでもその後はしっかり修正し、じゃあいいよ。いいよだって。母は？母は？やらない？やらないかしら？いるでしょ、母ちゃん。お母ちゃんいる？やらない、やらない。やらないどっち？やらない？いる？どっち？いる？いらない。うむを言わさない。結論ありきや。うん。ごちそうさま。はい。あ、食った食った。あ、食べた。肉食べなさい。ありがとうだし。全部食べ飲んだよもう。これ残しといて明日の昼からな。追っかけ追っかけすぎやで。自分のテニスができず壁にもたれかかる場面も。最後までペースをつかめなかった大阪、前の大会から連勝は8で止まりました。1対1で対戦する男子ゴルフのデルマッチプレー選手権の松山英樹は前日に続きカップに苦しめられます。勝負どころで決めきれず決勝ラウンド進出はなりませんでした。次は来月5日開幕のマスターズに挑みます。セットと、まあ、パッティングが調整できれば、はい、いいかなと思います。しっかり頑張っていきたいと思います。そして最後に相撲春場所14日目です。横綱鶴竜が豪栄となり、お食べなさい。優勝を決めました。取ってあげようか。わあ、優しい。お寿司食べてみた、みながね、お寿司食べてなかったみたいだから。ね、お寿司を食べなね、食べてなかったみたいです。ここ肉肉。ね、
ネットでね、今ね、母上、ね、今ネットで叩かれてんの。誰？私が。なんで？こっちも行けない。ね、お寿司た、お寿司食べに、いいの？いいんだよ、やるよ。いいじゃないよ。お寿司をね、少なく食べてたからってね、旦那ばっかり食って、こらー言われてるんですよ。ね、よそ、あの、寿司ぐらい注文してやるっていうね。ね。紳士淑女がおるんですよ。ああ怖い。そうなの。いいのかい、豆腐食べないかい。いいのかい、肉も。ね、うん、はーい。どうしたの。食べる。食べるんじゃん。お食べなさい。がおいで。ゲームを置いて。食べるんだったらゲームを置いて。お寿司をね、お前だけ食べてね、うん、嫁になんで回転寿司さを取らないんだから、うん、ああそうですね、じゃあすき焼きの時はじゃあ僕はやろうと。普段皆さんのね食事を作ってるのをね、何も考慮されずのね抗議でございますよ。怖い、ペンで食べたら応援する。いいじゃん、楽しみな心。打ち切れてしまう。ねえ、おにぎり食べなさい。柔らかいからな、すげえとろけるもんな。もういいな、もう一個食べないな。ああ食べた食べた。もう夜暖房落としてもいいか。うん。ね。4度とかだから。うん。うん、うまかった。すっごい美味しかった。まあ、まあ、こんな明日も。すごいね。明日すき焼きうどんだな。食べる？うん。ピンク食べる？ご飯あるの口。これは蓋してレンジの上。汗臭いや。あと任せたぞい。